今回は人を引きつけてやまない日本での1週間という映像からで、そのタイトル通り1週間の日本滞在期間中に東京、奈良、大阪、京都、姫路などで撮影された映像が主に日常の光景を中心に映し出されています。2016年は過去最高となる2400万人の外国人が来日し、 YouTube 等には日本旅行の映像が数多く投稿されていますが、そのような中で話題の動画の一つになるということは、それだけ外国人の心に訴えかけるものがあったのだと思います。映像には様々な国籍の方からコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。実際の動画は説明欄の URL からご視聴いただけます。シンプルでいいね。美しい映画を見てるようだった。日本は一片の芝生。世界で最も矛盾を抱えた国は日本だと思う。過去と現代が同じ割合で均衡してるんだ。独特であるが、故に国としてある意味孤独な存在ながら、そこに安定がある。それは文化や民族のアイデンティティにも言えるね。うん、日本は矛盾を抱えた国だ。それはこれからもずっと変わることがないと思う。日本に戻ってこい。映像のすべての瞬間が俺にそう語りかけてる。僕の映像が取り上げられていることを誇りに思うよ。そしてもうすでに日本に戻りたくなってる。日本は魔法にかけられてるわね。今でも日本は私にとって夢の国。日本に心を盗まれてしまった。日本に恋をしないなんて不可能だと私は思います。美しい日本の神秘性はすごいと思う。いつか私も日本に住める日が来るといいな。日本にはほとんど犯罪がないっていうよね。日本の自然は素晴らしい。だけど都市部は僕には人が多すぎる。日本はあまりにも美しい。日本から帰ってきてからもう1年経っちゃうよ。素敵な映像でした。でも何とも言えない寂しさを覚えた。桜とお寺の組み合わせは正直過大評価だった。ずっとお寺を巡ってると飽きてくるんだよ。なんだかんだ秋葉原みたいな場所が楽しい。平和な雰囲気に胸が締め付けられる。いや、悲願でるわけじゃないんだけどね。日本で暮らせてる人たちがすっごく羨ましい。日本に行くと毎回心臓の鼓動が速くなるんだよね。多分日本に行った人は誰でもそうなると思うけど、それは日本に恋しちゃったサインだよ。確かに日本には強力な磁石のような磁気がある。日本の魅力は東京だけじゃないってことを他のみんなにも分かってほしいな。本当に綺麗な映像？私がずっと日本に抱いてきたイメージと日本で印象に残った光景がそのまんま映ってる。日本、君はなんて美しいんだ。日本？私、完全にホームシックになってる？ここにも同じ症状に苦しむ娘がおります。知れば知るだけもっと興味が湧く国だよな。俺は日本人じゃないのになぜかこういう映像を見るとホームシックになる。日本に行くのか、それとも日本に帰るのか、僕にとってどっちか適当な言葉なのか時々わからなくなるよ。なんて綺麗な国。
誰か私をあの国に運んでおくんなまし。世界で最も魅力的な表情を持つ国、日本。短いけど日本旅行へと背中を押してくれる映像だね。私は料理のためだけにでも日本に行きたい。日本は1週間じゃ足りないよ。もっと長く日程を取っていろいろな場所に行った方がいい。田舎から大都市まで、とにかくいろいろな場所に。日本に行って見て触れられたら最高だろうな。私も日本に行きたい。ただ旅行するんじゃなくて、日本という国や日本人からいろいろなことを学び取りたい。日本に去りたい。そしたらもう二度と故郷には帰らない。8週間の日本旅行から帰ってきたよ。この映像を見ると涙が出てくる。だってここには美しい真実があるんだ。 I love Japan。 日本？いつか必ず行くから待っててくれ。移民を入れるとこれらがすべて破壊されます。リベラル派の差別、平等、自由、平和に騙されてはいけない。姫路城のお柱は絶対見るべき。それはさておき、韓国大使は戻さなくて OK。 観光にはいいけど住むには辛いよ。観光だけにしてね。落ち着け外国人どもよ。旅行と生活は別物だからね。日本は結構良い国だと思うぞ。海外にしばらく住むとわかる。あ、日本人主観だからそうなるのかな、とかいろいろ考えるよな。センスいいな。プロかそれに近い人かな。こういうものを作れる才能って憧れる。どこ行ってもイオンモールとホームセンと100円ショップとコンビニばっかりの国だけど、海外にはそれすらないところがほとんどだから、日本って恵まれてるんだなぁと思う。勤め始めてから20年以上、レジャー以外に観光名所に旅行なんてほとんど行かなかったが、一昨年くらいから毎月フラッと新幹線で旅行してる。恥ずかしながらお前ら外人の動画の影響が大きい。